の報告を求めます。法務委員長、話康弘君。ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は、近似の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれその専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局または地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続きに関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。本案は参議院選議にかかるもので、去る5月28日本委員会に付託され、翌29日山下法務大臣から提案理由の説明を聴取し、31日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対し付帯決議が付されたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第5は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。日程第5、棚田地域振興法案を議題といたします。委員長